ダウンタウン松本人芝居奨学10億円に倍増、休業補償請求の真相と最新戦略。松本人志さんが文藝春秋と週刊文春編集長に対し5億5000万円の損害賠償を求めた裁判で、休業中の損害補償額も上乗せする可能性が示されました。松本さんは SNS で一日も早くお笑いがしたいと述べており、復帰への強い思いがうかがえます。みんなの反応としては松本さんの行動に賛否が分かれています。少数意見としては松本さんの休業が自分の都合であり損害賠償は認められないという意見があります。みんなの反応。松本さんは芸人としてこの騒動をエンターテインメントにしつつ新しい道を作ろうとしてる感じがします。最近のコンプライアンス問題でのタレント畑が常態化してる中で、彼はキャリアや地位をかけてお笑いやテレビエンタメのあり方を問い直してるんじゃないかと思います。結果がどうなっても昭和のたけしさんみたいにやり返してもいいんだ、戦っていいんだという前例を作ろうとしてるように見えます。名誉毀損の賠償金がどう決まるのかわからないんだよね。過去の判例に基づくのか法律で決まってるのか。もし法律で決まってるなら国会議員に早く動いてほしい。でも過去の判例が基準なら、今回の裁判で世論はメディアの在り方や週刊誌の影響力に疑問を持ってるから、裁判官には欧米のような高額な賠償金を示してほしい。そうしないと書き手が勝ち、著名人は泣き寝入りするしかなくなる。メディアは公正であるべきだよね。松本氏が休業しているのは何かの不都合や不具合、心身の問題が原因ではないでしょうし、裁判で忙しすぎて仕事ができないわけでもないでしょう。単に松本氏の都合で休業しているだけだと思います。もしそれが認められる判決になれば、今後の裁判で多額の休業補償が認められる判例を作ることになり、まず認められないでしょう。休業は敗訴した時にそのままフェードアウトするための準備ではないでしょうか。日本の司法は大きな事件がないと変わらないし、現在でも賠償金が安い。地上波は無理だからネットで活動するのが良いと思うよ。番組が自主的に休業したから損害賠償にならないって言われてるけど、続けてたらスポンサーが降りるとかで結局出演できなくなったと思うんだよね。それを見越して休業したのに損害賠償されないのは理不尽だと思う。CM の方はどうなんだろう。企業になんで松本さんを下ろしたのか確認できるよね。もし記事で印象が悪くなったからって返答なら、そっちは損害賠償の対象になる気がする。番組より CM のギャラの方が大きいって聞いたことあるし、そっちで10億無理かな。真意は不明だけど、週刊誌に潰された人は多い。ゴシップで飯を食ってきたのも事実。政治経済はいいけど、有名人も人間。罪を犯してない人を潰す権利があるかは疑問。松本人志の怒りを受け止めて考えるのもいいかも。裁判費用は請求金額によって変わるから、裁判所にお金を払えば請求金額をいくらでも設定できるんだよね。刑事裁判と違って民事裁判はお金を取るだけのものだから、請求金額を増やしても勝訴して取れる金額は変わらない。だから金額を増やすのはアピールのためって感じかな。勝訴の自信があるから金額を増やすっていうのは関係ないと思う。松本さんが裁判に集中するために休業してるから、その分を請求するのは違う気がする。請求できるのは名誉毀損の部分だけだろうね。世間にアピールしないと忘れられちゃうから、こうやって注目を集めるのもあるんだろうね。同意があったかどうかなんて裁判所がわかるわけないから、裁判は長引くと思うよ。これまでの人生で女性に同意なく性的行為を強制したことはないと言うけど、全員に聞いたわけじゃないから自信満々に言うのは無理があるよね。お笑いでもダウンタウンに突っ込まれるのが名誉みたいになってるけど、内心不快に思ってる芸能人もいるはず。HEYHEYHEY で布袋寅泰が松さんに何か嫌な感じと言ってたけど、失礼なことを言われたら本心だと思うよ。同意があったかどうかが問題だね。拒絶がなかったから同意とみなせるのか、拒絶があっても行為があったら同意とみなせるのか。行為があったなら同意があったことを証明するのは松本さん側で結構難しいと思うよ。賠償額を上げるのはいいけど、この裁判は泥沼化して決着がつかない気がする。小沢さんが出てこないのは何かあるんじゃないかと思うし、 A 子さんと B 子さんも証言する覚悟は見せてるけど、実際には動きがない。松本さん側は強制ではないけど、
断りにくい雰囲気を作っていて、 A 子さんと B 子さんも圧を感じて納得してないけど、はっきり断ってない。こんな状況じゃ決着はつかないし前に進まない。どちらでもいいから証言してほしいわ。後輩が訪問してくれるのは良いけど、ご家族とは円満ですか？女性たちと同意の上でもご家庭や夫婦間の問題にならないんですか？休業保障を受けるには番組や CM の打ち切りや働けない精神状態を証明する診断書が必要です。自主的な休業では保障はほとんど認められません。報道を見る限り自主的に休業しているようなので、文春が負けても請求額よりかなり低い金額しか認められない可能性が高いです。賠償額にルールはないですが、実際の賠償額と差が大きいとイメージダウンになるので、賢い戦略とは言えません。休業命令されてないなら働けばいいと思う。ただ損失が出たのが自分のせいじゃないなら文春にも責任があるけど、悪いことしてこうなったなら自業自得だよね。みんなも何かしたと思ってるから仕方ない。無実ならそのまま働けばいいし、やましいから隠れたり逃げたりするんだよ。たまに相場よりも安い賠償金額、例えば1円とかで訴訟を起こす人がいます。相手は信用や名誉を失うかもしれないけど、お金は失わないから、自信があるなら法廷で決着つけようって狙いがあるんだって。松本氏の場合、最初の金額設定もそうだけど、最近の無理な増額でますますスラップ訴訟っぽくなってきた感じがするね。松本側は被害者の特定を求め続け、文春側はそれを拒むべきだね。簡単には解決しない話だし、裁判の終わりがみそぎになるだろう。被害者がいる限り記事の信憑性は覆せないから、増額は妥当だと思うよ。裁判の結果はどうでもいいんだけど、旧ツイッター X での戦いますとかとうとう出たねとか言葉選びがダサかったし、いつでも引退するとか言ってたのに早くお笑いがしたいとか言ってるのも矛盾してるよね。堂々と仕事すればいいのに、自分から逃げるような休業して裏でどうやって難局を乗り切るか画策してる感じがする。お笑いのトップを走ってた割には北野武とかに比べて小物感がすごいし、器が小さい印象。子供っぽいんだよね。飲み会や接待をセッティングさせてたのは事実だし、そんな役回りをさせてた後輩が窮地に追いやられてるんだから、松本動きますで何とかしてあげればいいのに。裏で生活費渡してるのか知らないけど、とにかく復帰できたとしても以前みたいにはもう笑えないよね。松本信者以外は出版社にとって刑が軽すぎて、やったもん勝ちの状態が問題だよね。今回の件の真相はどうであれ、抑止効果のない賠償額は見直すべきだと思う。人一人やその家族関係者を不幸に巻き込むなら、それ相応の大打撃を与える賠償額にしないと悪質な記事はなくならないよ。請求金額が増えると手続きや弁護士料金も増えるから、みんなやらないんだよね。でも松本さんはお金に余裕があるから思い切ったことができるんだと思う。結果的には賠償金額は少なくなるかもしれないけど、ここで見栄を切る必要があると判断したんだろうね。テレビで引退をほのめかす発言を何度か見たけど、結局は残りたいんだろうね。同意があれば何でもありって解釈になるからイメージ悪いし、取り巻きもいろいろ画策してたんだろうね。裁判の結果に関係なく引退した方がいいと思うよ。週刊誌が人を社会的に抹殺することがあるけど、これがその解決の第一歩になればいいなと思う。週刊誌も責任を負うべきだし、立場や命を失う人がいるのに何も責任を取らないのはおかしいよね。当チャンネルの意見として、松本さんの行動は芸人としての誇りとエンターテイメント業界の未来を守るための重要な一歩と感じます。彼の訴訟はメディアの在り方や名誉毀損の賠償額についての議論を喚起し、業界全体に新たな前例を作る可能性があります。単語解説。弁論準備手続き。弁論準備手続きとは、裁判の前に双方の主張や証拠を整理し、争点を明確にするための手続きです。主に書面で行われ、口頭弁論の準備をします。